皆さん、こんばんは。イエーイ、ついに、ついにこの時がやってきました。うさでーす。今、リビングで近所迷惑になるレベルの大声を出しております。近所にお住まいの方すいません。2025年箱根駅伝予選会中大エントリーというか全部のエントリーなんですけど、この番組は主に中大のことしか扱いませんので、中大エントリーについて発表していきたいと思います。はい、ウサは多少予想してましたが、衝撃の中大エントリーとなりましたね。飛車角抜きと言われました。中大王子ウサはこう読むというタイトルでお送りさせていただきます。ちなみに、後ろに旗がこう立ってるやつはウサがもうすっごい前、いつタイガーが1年生の時とかに、撮ったやつなんで、多分今、國學院とか映っちゃってるよね。今と全然違う並びです。はい。古いやつ持ってきました。はい。というわけで、早速、14人のメンバー見ていきましょう。どうぞ。すいません。これ毎回のお決まりで大変申し訳ございません。またしてもうさにしかわからない名前で書いてしまいました。このチャンネル初めて見る方は一体何なんだと思うかもしれませんが、こういうチャンネルです。はい。真面目なチャンネルではございません。はい。そこのところを理解してご覧いただければと思います。はい。では、ちゃんとしたエントリーメンバー14人見ていきましょう。4年生から、安倍ちゃん、佐野キャップ、山平玲玲、高沼良長、3年生、伊藤ゆめて、白川ひなぞ、吉中パパ、2年生、鈴木幸太郎、本間米王子、そして1年生、オカピ、佐藤 D、七つ江直林、波川くん、原田ウーティーとなっております。なんと1年生から最多人数がエントリーという、5人!いや、なんか事前にね、1年生から5人ぐらい出せるって言ってたじゃないですか、藤原監督。5人ぐらいは出せる力があるって。でもまさか本当に5人来るとは思わなかったよね。だって2年生2人で。2年生って強いよ。いやー、ちょっとだって、ね、ちょっとミスターネクストブレイクも外れてるし、まあ、柴田くんは、まあ、温存なんだろうけど、まあ、そして4年生から4人、まあ、4年生から4人は、まあ想像通りというか、まあこのぐらいの人数で、で、その木大先生が入らなかったっていうのはむしろちょっと意外みたいな感じではありますけれども、まあちょっともう一個一個触れていくとすごい長くなっちゃうんで、まあとりあえず全体のまとめですね。まあ蓋を開けてみれば、がっつり全日本向け温存メンツでしたというのが結論になれますよね。はい。まあ、温存派か、全力ベストメンバーで来るかっていうので、まあいつも予想そりゃ割れるんですよ。どっちかだから。ね。どっちかですから。中途半端なことしない。どっちかだから。なのですけれども、ちょっと蓋を開けてみれば、がっつり全日本温存メンバーだったなって、嘘はちょっと思いました。まあ、ひなぞうとかや、吉永くんとか、オカピに関しては、多分、2連続のレースをやっても大丈夫だから来てるっていうのがあると思うのよね。で、まあ、ため池くん外れているのは間違いなく温存だなと。で、しゅんちゃんはもう入れないっていうのはもともと、明言されてたし、もともとしゅんちゃんはハーフのタイムはそんなによろしくないと。で、ついこの間まで5000に注力していたので、トラックから、長距離のロードへの移行が多分間に合ってないだろうから、まあそれは入れないだろうなというのはウサも予測しておりました。しかしこのしゅんちゃん、ため池くんに加えて、その木大先生、柴田仕事人も出ないと。まあちょっと仕事人は、この間の、全カレーで調子が、あれは調子が悪かったのか、それとも3勝に向けての練習じゃなくて長距離を踏む練習ばっかりしていたから3勝で振るわなかったのかっていうのはちょっと読みづらい部分ではありましたが、ウサ的には3勝よりも長距離にシフトしてたんじゃないかと踏んでいたんですね。ただ、だからなのでちょっとここ出てこないのは意外でした。まあ、柴田くんはここにも出て、なおかつ全日本の連戦も予想してたろうなって思ってたんですけど、やっぱ全カレの疲れがあったのかなと。まあ、怪我とかじゃないことを祈る、不調とかね。まあ、ちょっとこれで柴田仕事人園木大先生は、まあ、全日本に回ったんだなと思うのが、まあまあ通例ですよね。まあ、故障がなければ。はい。なので、まあ、しゅんちゃん、ため池くん、その木大先生、柴田仕事には確定かなと思っています。はい、そしてこの14人の中からさらに2人走れないんですよ。
はい。まあ、でもまあ、実際ここで14人挙げてる人たちは本当に走る可能性がある人で、もう多分チームの中では、実際は、12人走るメンバーは決まってるとは思うんですけど、でもその人たちが当日何かしら、県中山の熱発的なね、何かアクシデントがあったら、入れ替わって走ることもあると思うので、その、抜けるかもしれない二人が誰かってことですよね。この14人から二人走れない。で、一年生のこの5人はやっぱりさすがに全員5人は走らないと思うの。4人だと思うの。ちょっとさすがにね、かけすぎだと。だってハーフ初めての人、ちょっと待って、ハーフ走ったことある人いる？いなくね？新井くんだけだよね、ハーフ走ったことあるの、多分。なんかそう考えると、一年生はね、もうね、これ大ヒントが出てたじゃん。先日のインスタグラムの中央大学のね、公式の、ペッパーミル一年生図ですよ。ペッパーミル一年生図の写真、皆さん中央大学の公式本の、公式のインスタグラム見てください。ペッパーミルやってる一年生図って書かれてるのがあるから。あれに、オカピ、佐藤 D、七つえくん、ウッディが写ってんのよ。並川くんが写ってないのよ。なので、ま、この4人確定で並川くんが全日本温存なんじゃないかとウサは考えてます。で、問題はさ、ここからさらにもう一人抜けるのよ。ちょっともうね、メンツだけ見たら誰が抜けるかもうわかんない。走ってほしい、全員に。うん、全員に走ってほしい。ま、ちょっとレガシーハーフエントリーというのがちょっとヒントにありまして、翌日のレガシーハーフに、佐野くんと伊藤ゆめティと鈴木幸太郎。まあ、一年生は、ここにいないメンツのタコタンが選ばれてるんで大丈夫なんですけど、4年、3年、2年が一人ずつエントリーされてるんですよ。で、まあ、そこのメンツが当落戦場って考えるのが、まあ、一般的というか一番楽なので、まあだってここで走れなかったから翌日ちゃんとハーフ走ろうねっていう話になるわけじゃないですか。だからそこの、三人、佐野キャップ、ユメティ、コウタロウの誰かが走らないという可能性があると。で、藤原監督がこのエントリーについて4年生がとてもしっかりしているので、そこに新しい戦力の1年生も入れていく。飛車角抜きでトップ通過が狙えるようにしていかないと、青学、國學院に勝てないと言っていますと。で、4年生がとてもしっかりしているのでという言葉を聞くと、佐野キャップが残り、で、ユメティはね、やっぱり合宿 MVP でもあるし、そう考えると、鈴木くんがレガシーハーフにもあるのかなとも思ったりするのよね。でもこれは多分ね、なんか、直前のなんか、調子とかでも変わっちゃうんじゃないかなとは思っています。なんかもう読みとかじゃなくてね。多分本人たちも直前までわかんない。だって、県中山だって前日の夜に言われたんでしょ？お前明日使うって。だから、ちょっとこれはまだもしかしたら発表されてないかもしれないね、もう一人は。でもね、並川くんは確実だと思う。並川くんはもう全日本行くと思う。あの一年生図の写真が全てを物語ってるから、なんか並川くんは走らない気がする。うん。なので、あと一人っていうのは、多分、もうほんと直前の調子で決めるんじゃないかなと思っています。ただ、ウサとしては、ここにいる人全員に走ってほしいし、なんなら園木大先生にも、柴田仕事人にも走ってほしかった。そして、ため池くんは、もう圧倒的日本人1位を取ってほしかった、ここで。うん。でもしょうがない。この後全日本あるから。いや、これがね、予選会のね、辛いとこなのよね。この後に全日本があるっていう切なさがね、愛しさと切なさと心強さがあるわけよね。多分ね、予選会でね、検索して見に来てる人いると思うけど、こういうチャンネルです。はい。で、ウサはね、8月時点で予測してたのよね。予想。で、ウサは8月時点では、阿部ちゃんの様子が当時まだ読めてなくて外してたんだけど、ここで入ってきたってことは、これは復活と見て大丈夫そう。もうこれは心強い。これからの駅伝シーズンね、なんせもう、全部の駅伝経験してきてるから、阿部ちゃんは。もう、ほぼパーフェクト
解禁みたいな感じの安倍ちゃんよね。だからもう安倍ちゃんは、あの、駅伝男ですよ。はい。あの、ぜひぜひ、ラストイヤー飾ってくださいっていう、4年生エースだからね、安倍ちゃんはね。さあ、しかしですね、ちょっとここで、先日の東海大の花田コーチのコメントで、藤田くん、折井くん、長島くんについて、ちょっとネガティブな発言がされてましたね。なので、ちょっと、うさね、折井くんもしてんのよ。なので、あの、このメンバーは全日本も厳しいのかなと。ちょっとね、全日本、ミスターネクストブレイク、藤田くんは全日本行くと予想してたんだけど、ちょっとこれは蓋開けてみないとわかんないかなと思って、まあ、つっても明日全日本発表されるんだけどね。もう、あの、これ、今日出しての明日もう発表されるから、あの、今、ああだこうだ言ってもあんま意味ないなってことに今気づきました。はい。というわけで、続いてこうなるとね、難しくなってるのが誰が集団走で誰が単独走になるのかということですね。では、ウサの予想です。どうぞ、バン。単独走多いねん。これ集団やねん、もはや。藤原監督がインタビューで、10人が50位以内に入るのが目標と言っていました。まあ、そう考えると、集団2つ作れないのよ。え、だってさ、50位以内に10人が入るってことはさ、まあ、そこに他の大学の人もわらわらわらって走ってくるから、あの、集団走のトップも30位台 ?34 位とか35位とかで入ってないと、あの、一番最後が50位以内で入れないじゃん。なんかそう考えると、あの、二つ集団作れないんだよね。だ、一つの集団と、あとはもう単独走でフリーで行ってください。あの、日本人トップ取りに行ってください。もしくは、PB 取りに行ってくださいっていう、そういう走り方になると思うの。なので、まあ、集団は一つ。そしてあとはもう、自分の全力を出して走ってこいメンバーになると思って、で、うさが考えた、全力で走ってこいメンバー、安倍ちゃん、山平レイレイ、伊藤ゆめて、白川ひなぞ、本間米王子、岡田オカピ、岡田オカピ変だな。でもなんか名字呼ばないといけない気がしてるんだけど、オカピ、そして佐藤 D と。ま、このメンツ、ちょ、佐藤 D 悩んだんだよね。佐藤 D 悩んだけど、まあ、でも行かせてもいいかなと思いました。実力がすごいからね。なので、まあまあ、このメンツは、もう本当に日本人トップ、もしくは PB を狙って行ってらっしゃいと、送り出されるメンバーだと思うんです。日本人トップですよね、気になる。気になる日本人トップ。まあちょっと、ね、あの、多大学のね、学生もいっぱいもちろん候補いるんですけれども、ちょっと、うさ的、この中大王子的には、ひなぞうとおかぴはもちろんのこと。まあ、もちろんこの二人は狙いますよ。本間くんにぜひ、狙ってほしいと思っています。なんでかっていうとね、本間くんはね、なんかここぞという時に弱いというのを、なんか自分でめちゃくちゃ反省しちゃってるというか、背負い込んじゃってる感じがするのよ。でも、本間くんほんと強いの知ってるのよ、もう。これもう嘘だけじゃなくてみんな知ってると思うんだけど、本間くんは強いの。なので、これはチャンスだと思います。本間くん、チャンスだよ。来たよ、チャンス。本間くん強いやん。やっぱ本間くんってパネーって思わせるチャンス来たよって嘘は思ってるので、まあ、ちょっと見てないと思うんだけどね。はい。ぜひ、本間くん、日本人トップ狙ってください。取れという命令じゃないです。プレッシャーには感じないでね。あなた狙えるから。本間くん狙えるので、見せつけるチャンスだと思って、ぜひ、日本人トップ狙って走ってください。うさ、応援してます。はい。もう、ひなぞ、オカピーに食いついていって、なんなら抜いちゃってください。はい。ちょっともう本間くんに、藤原監督からなんかこう、もう一回向けてほしいなんてもう言わせないレベルに、見せつけちゃってくださいって、うさ思ってます。さて、その集団走の話に戻りますと、集団走はね、ちょっとこのカッコした人が出ない可能性がある人ね。
波川くんは1年生図の4人に移ってなかったっていうことで、ちょっと違うんじゃないかということで括弧にしております。そして、レガシーハーフにエントリーしている、佐野キャップと鈴木くんも一応括弧にしました。まあ、ただし、ユメティもレガシーハーフにはエントリーしてるんだけども、なんせ合宿で MVP を取ってるぐらいで超絶調子が良いと。なので、まあ、そこには入ってこないだろうなと思って、今回佐野くん、鈴木くん、波川くんだけ括弧にしました。で、もし佐野キャップが出るのであれば、ウサとしてはぜひキャップに集団を引っ張ってほしい。はい。もう安心と信頼の佐野くんなのでね。佐野くんに引っ張ってもらえれば、みんなついていくと思う。もう絶対にそこは確実だと思う。そして佐野キャップはね、このコース得意にしてるよね。ここで PB 出してるもんね。だから、ちょっと佐野キャップに引っ張ってほしいなという思いがありつつ、まあ、万が一佐野キャップが出ないのであれば、まあ、ハーフに定評のある高沼くんに引っ張ってほしいなと。そういう思惑で高沼くんをこっちの集団層に入れました。もし佐野キャップが引っ張るのであれば、高沼くんは単独走してもいいんじゃないかなと、うさは思ってます。はい。もし高沼くんも佐野くんも違うってなったら吉中パパが引っ張るだろうなというのが、まあ、なんとなくわかりますね。やっぱり、宇佐の中でね、なんかこう、佐野キャップとなんか吉中くんってちょっとね、通ずるものがあるんだよね。目配り、気配り、心配りができるっていう。すいませんね、宇佐昔人事やってたんで、なんかね、どうしてもね、そういう人を買ってしまうんですよね。リーダー層に、ごめんね、全然違う話になる。リーダー層になる人、なんか人事の話になるな。リーダー層に置く人って、例えば営業部だとしたら、個人で営業成績トップの人を置くのって必ずしも良くなくて、営業成績はそこそこなんだけども、周りに目配り、気配り、心配りができる人っていうのを置いた方が、いいと思ってる派なのね、ウサは。まあもちろんそうでない派の人事の人もいるんだけど、ウサ的にはそっちの方がうまくいってたことが多いので、なので、ちょっとこの中で見るとね、佐野くん、吉中くんがそれに該当するのよ。だからそういう方の方が集団層を引っ張るのに向いてるんじゃないかなと、勝手に思いました。はい。ただしこれはあくまで、ウサの経験上の目線なので、藤原監督は同じことを考えてるかどうかはわかりません。はい。ただ、でもそのキャップに引っ張ってほしいもん。だからその国には走ってほしいもん。でもそうするともう一人走れなくなるというのが非常に苦しいです。はい。もう、本当に、この14人を見た瞬間にね、すでにあの人がいないっていうショックを受けて、さらに本番でここから二人いなくなるのかって思うともう、ちょっと熱発、実はウサね、今これ撮ってんのが、10月8日 ?8 日の昼なんだけど、今朝熱発しまして。ちょっとまあね、興奮がね、はい、興奮がちょっとすごくて、熱発しました。はい。で、ちょっと寝てました、さっきまで薬飲んで。まあ、おかげさまで熱下がりましたけど、これ、明日の全日本見てまた熱発すんのかな?やだな。というわけで、ちょっとこっから緩い話です。これ8月時点、ウサ予想14人メンバーとの比較です。もうこれ軽く喋ります。その木大先生、柴田仕事にミスターネクストブレイク、と、阿部ちゃん、七つ江直林、D が入れ替わる形となりました。当時はまさか1年生から5人も出るとは思ってなかったので、ここはちょっとやっぱずれてきましたよね。そして、実力派の2年生が2人抜けたというのも意外だったというのが、まあ、ウサの予想がずれたところでしたね。はい。では、今回のウサ的ハッシュタグ、みんなの腹っぱで信じて待ってる!これいかがでしょうか?これは去年の、大手町で信じて待ってるを、ちょっと使い回してみました。モットーはですね、はい、このハッシュタグを選んだモットーは、とにかく全力応援、ポジティブ応援というのを皆さん心がけましょうということです。
このエントリーを見て、オカピが、皆さんそんなに不安にならないでくださいって言ってたんですよ、スレッズで。で、別に不安になるならまだいいんですけど、これ結果がね、万が一予選会1位通過じゃなかった時に、文句を言わないでください！はい。我々は信じてついていくのみでございます。はい。何でも文句言わないというのが2個目にございます。ポジティブ応援を心がけましょう。そして、これはお願いです。テレビ勢の皆様、うさ現地に行きますので、データ放送の個人順位の写真と、あと10人通過のやつがこうバーって横に出てくるじゃない。10人通過タイム。あの写真を、うさにリップしてくれるか、なんか、うさの、ウサのタイムラインに絶対出るっていう分かってる人は、それを出してくれると、アップしてもらえると非常に助かります。ちなみにウサのツイッターアカウントは皆さんご存知かと思いますが、銀ちゃん03と。そう、ウサツイッターでは銀ちゃんって名前なのよね。なので、これちょっとテレビで見る方ぜひお願いしたいです。みんなの腹っぱまでね、行ってしまうと電波がなくて全く見れないんですが、その前の移動中は結構見れるので、ぜひ、お願いします。私たち何の情報もなく現地にいるので。そして、最後大事です。私たちにできるのは、選手を信じることだけです。もう選手を信じてみんなの腹っぱで待つことしかできません、最後は。はい、もうみんなの腹っぱで信じて待ってる。こちらハッシュタグにしたいと思います。どうか、使ってやってください。はい。それでは、14人のメンバーを紹介していきたいと思います。ね、こんなことするチャンネルないでしょ？はい。まず一人目。岡田海星、一年生ですね。ニックネーム、オカピ。安定感抜群。爆発力も抜群。超絶スーパールーキー。そして、ため池くんが心を開く数少ない存在と。はい。で、この左側のイラストは、ウサが描いたイラストです。めちゃくちゃ画力がないんで許してください。ただこれ岡田ポーズです。このポーズ、岡田ポーズっていうポーズがあるんですよ。岡田ポーズ。この岡田ポーズを書かせてもらいました。はい。では続きまして、佐藤 D と呼ばれる佐藤大輔くんですね。ニックネーム D でございます。アップダウンの神。大学入ってからの伸びがパナイ。小川駅伝でロード適性を見せつけたという選手でございます。まあ、佐藤 D は入学してきた時のタイムで見ると、正直、そんなに上の方にいなかったんだよね。真ん中ぐらいだったんだけども、まあ、入学してすぐに PB をバーンって大幅更新して、うおーってなったところで、小川駅伝で、その、もうロード適性、坂適性っていうのを見せつけて、なんかすごい子来たってなったのが佐藤 D です。はい。なので、ちょっと佐藤 D にも期待がかかります。はい、続いて、1年生メンバー3人目。七つ江直くん、ニックネームなおりん。まあ、うさ的にはスミレ組って呼んだりしてるんですけどもね。はい。で、この子は中学までトライアスロンやっておりました。で、入学直前に世界クロカンに出てると、もう日の丸もすでに背負っているという選手です。で、今年の夏の海外遠征組に、続いて紹介する波川くんと共に選ばれました。そして、とっても可愛い天然ちゃんでございます。はい。まっすぐに育ちました。もう、なおってね、この直っていう字がね、ぴったりもうまさに縄体を表すっていう感じで、まっすぐ育ちましたって感じです。はい。もう曲がったほど何も知らない。はい。すごく可愛いです。はい。もうめちゃくちゃキャラがいいです。もう七つ江くんはうさキャラ大好きです。はい。はい、続いて、4人目のメンバー、波川聡太くん。うさ、これニックネームって書いてあるけど、すいません。これはただ単にうさが呼んでるだけです。多分ね、別の呼び方がある。うさ的には昭和の男と呼んでいます。これは別に昭和っぽいというわけではなく、なんかね、昭和の男が持ってる強さってあるじゃない？大石さんとか藤原監督とか、あの世代が持ってる、独特の強さ。なんか、それを持ってるなって、うさが勝手に思った。からつけた。はい。で、実は1万メートルのタイムが岡田くんより早いんですね。まあ、これはオカピがね、まだ1本しか走ってないからっていうのもあるんだけど、波川くんは2本走って、その2本目で抜いたんだよね。なので実は1万タイムが岡田くんより早いです。そして夏の海外遠征組、直前のナオリンと一緒に海外に行っておりました。そして、最後大事ですよ。駅長の皆さん大事ですよ、ここ。イケメンになりつつあります。はい。入ってきた時は可愛いなっていう感じだったんですけど、最近マジでイケメンに
なりつつありますので、ちょっと駅長の皆さん、ここ要チェックです。続いて、あ、すいません。悪意があるイラストでも大変申し訳ございませんが、原田のぞむくん、1年生、ニックネーム、ウッディ。はい、小田川駅伝で、ロード適性とあだ名がバレるというね、なかなか面白いことを した子でございます。中大 YouTube、1年生紹介で、自分は目立たないタイプと言っていたが、結局超目立っております。はい。原田のぞむくんもなかなか面白いキャラなので、うさ好きでございます。はい。というわけで、1年生の紹介は以上となります。続いて2年生2名です。まず1人目、鈴木幸太郎くん。ニックネーム幸太郎。実力ピカイチです。で、大学に入ってなんか変なキャラになったらしいです。同じ高校の人の話、国学院久我山ね、の人の話によると、なんか高校の時は普通だったけど、大学入ってなんか変になったってみんな言ってました。はい。でも、才能はもうある。もう実力もある。だけど、なんかいまいち今まで爆発できなかったので、ここで爆発なるか、才能開花なるかというところです。はい、では続きまして、はい、本間くんでございます。本間はやてくんでございます。ニックネーム、米王子。柴田くんと、もう、山盛りご飯ツインズって、うさ普段呼んでるんですけども、もう双子的存在と。で、なぜか、水戸黄門の歌をよく最近歌っております。人生楽ありゃってやつね。まあ、確かに意味合い的に結構深いけどね。で、ご飯超山盛りです。で、実力十二分。あとは爆発力。そうなの。もう実力十二分なのよ。もうなんなら15分でもいいし、20分でもいいのよ。でも、あとは爆発力だから、もう今回チャンス、見せつけるチャンスなので、本間くんお願いします。よろしくお願いします。はい、続いて3年生です。伊藤ゆめとくん。ニックネームゆめて、楽観的、鈍感力高いです。で、走力は十分。合宿の MVP にも選ばれています。そして、前回箱根のエントリーメンバーに入っていました。まあ、実際に出走はならなかったんですが、エントリーメンバーに去年の黄金世代がいる中で16人に入ったというのはすごいことなので、実力は十分でございます。ちょっとユメティもここらで一発爆発してほしいなと思っております。そして、白川ひなぞうでございますね。ひなたと読みますが、ニックネームひなぞう。真面目もおふざけもストイックです。飛車角抜きでの金は間違いなく彼だと思います。で、前回箱根9区に出走しています。そして、ひなぞうは今回日本人1位を狙う宣言を以前にしておりますので、ぜひ狙ってほしいと思っております。はい。ちょっとすっごい変顔する子なんでね、イラストも変顔で描いちゃったんですけども、許してください。で、続いて、吉中裕太くん。ニックネーム吉中パパ。これもちょっと私は勝手に吉中パパって呼んでるだけで、これは本人には通じませんので、皆さんお気をつけください。ふざけてそうで気配り、目配り、心配りができる人です。さっき言った言葉が出てるね。怪我の影響がどこまでなくなっているかが見どころですね。吉中パパは去年、全日本で構想した後にアキレス腱を両方痛めてるんですよね。なので、そこからどれだけ復活してるかというのが一つ、このハーフだからね。しかも結構アップダウンのある。なので、その怪我の影響がどこまで響いてくるのか、響いてこないのかっていうのが、ちょっと一つ大切なポイントになってくると思います。では続いて、4年生、阿部ちゃん。阿部春樹くんでございます。ニックネームは阿部ちゃん。だとか、メガネ市場だとか、山のメガネだとか、遊行寺のメガネだとか、安心のメガネだとか、いろいろあるんで、もう安倍ちゃんにしました。はい。文句なしの4年生エースです。今年の4年生のエースといえば安倍ちゃんでございます。で、1、2年と山を走り、中大のシード獲得に大きく貢献しました。去年もね、安倍ちゃんが、走っていなければおそらく助けは繋がらなかったと思うので、もう安倍ちゃんはもうね、駅伝に貢献しまくってる人なんですね。で、ただし、今年の前半結構不調だったのでそこから抜け出せてるともう信じております。まあ、ここにいるということはね、ハーフ走れるってことは抜け出したと信じてるので、阿部ちゃん、最後、ちゃんと飾ってほしいですね。これで全日本箱根も連続で走るでしょうから、お願いしますというところです。続いて、佐野匠くーん、もうキャプテンでございますね。ニックネーム、佐野拓と書いていますが、
まあ、キャップだったり、佐野軍団の団長だったりね、まあ、いろいろ言われています。佐野軍団なくして今の中大は語りません。はい。ただし、どこまでが佐野軍団なのかというのが今非常に曖昧ですね。オカピは佐野軍団なのかという論争がちょっとウサの中でありまして、オカピって佐野軍団メンバーともめっちゃ一緒にいるやん。本間くんとか柴田くんとかね。でも、ため池くんともよく一緒にいるじゃない。まあ、みんなと仲がいいんだろうけど、果たして佐野軍団に登録されているのかっていうね。佐野軍団の登録メンバーを一度、名簿を配布してほしいって、これ、うさ心から願ってるんだけど、だって卒業するまでさ、ヤマトくんが佐野軍団一位って知らなかったもん。だって、ヤマトくんと、ジン・ユアサと、中野翔太の、この三人も、軍団に入ってたっていうのは、卒業してから知ったから、すいません、一回名簿を公開していただけませんでしょうか。できれば、PDF で、はい、配布していただけると、非常に助かります。はい。で、そのキャップはですね、三大駅伝出走経験はないんですが、チームをまとめる力は二重丸でございます。はい。ウサの人事的目線で見ると、佐野キャップはぜひとも採用したいです。はい。もう将来の、リーダーシップ候補としてぜひ入れたいですね。プロジェクトを動かしていくときに、こういう人が一人メンバーにいると、めちゃくちゃうまく回るんだよなぁ。いてほしいタイプ。うん。何を言ってるんだ、ウサは。はい、まあ、佐野キャップはとりあえず、まあ、本当総力は正直例えばひなぞうとか、まあ、そのラインからはちょっと落ちます。はい。でも、チームまとめる力は20丸です。はい。なので、ぜひとも集団走を引っ張る役目を果たしてほしいとウサは思っております。頼んだよ、佐野キャップ!はい。そして続いて、山平レイレイ。はい。こちら副キャプテンになります。ニックネームはレイレイ。ヒップホップ番長ですね。はい。ヒップホップが大好きで、インスタグラムのストーリーズ、もうほとんどヒップホップです。はい。で、2年生の時に全日本の魔境と呼ばれた2区の出走経験があるんです、実は。はい。で、その時の動画が、中大の、振り返り動画のところにあるので、リンク貼っときます。その時のレイレイね、今のレイレイと全然違ってね、なんかすっごい可愛いから、幼可愛い感じ。で、1年生のしゅんちゃんに突っ込まれるっていう、なんかね、すっごいね、微笑ましいやりとりがあるんで、ちょっとそれリンク貼っときますね、概要欄に。さあ、そしてもうこの、レイレイもね、もうずーっとね、レイレイは、強い、速いと言われていた。ただ、ここまでやっぱり一回も爆発していないので、4年生で大きく才能開花なるかっていうところですね。もう大器晩成が多いイメージよね、今年の4年生は。そして、最後のメンバーとなりました。高沼くんでございます。高沼和沙くんでございます。ニックネーム、寮長。まあ、ニックネームっつうか役職っすね。はい。死後的とも呼んでます、ウサは。めっちゃ仕事できるんで、死後的寮長って呼んだりとかしてます。で、高沼くんはですね、距離が長くなればなるほど強いです。はい、なので、ハーフはめちゃくちゃ強いです。で、準部員出身です。もう、準部員出身とは思えない強さなんだよね。なので、第二の県中山になれるかと、書かせていただきました。これ、もしね、高沼くんが集団走じゃなくて単独走の方に入ってくるなら、もうぜひ第二の県中山目指して、自己タイムを、ベストを縮めてほしいなと。PB を縮めてほしいなと思っております。というわけで、以上の14人がエントリーメンバーで、ここから2人が落ちるという悲しい現実がございますが、ウサの軽い分析というか、中大エントリーの紹介をここで終わらせていただきたいと思います。何せね、明日全日本が発表なんでね、明後日、今度は全日本のエントリー動画を作らせていただきますので、また明後日皆様お会いできることを楽しみにしています。では、続いて明後日の全日本エントリーでお会いしましょう!じゃあね!バイバーイ!
この動画が面白いと思った方はチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。また次の投稿がすぐに分かるように通知登録もしておくと便利です。それではまた次回、バイバイ。